田村初太郎から1915年5月20日は、明治時代のキリスト教系教育者。パシフィック大学教授、バイカ女学校校長、第三高等中学校教諭、静岡県人城中学校浜松文高校,校長、京都市キリスト教青年会英語学校校長、平安女学院院長。加盟5年8月15日江戸八丁堀日蔵教に、 田村光構造と光の次男として生まれた。幼名は、久米次郎安政二年の安政江戸地震では、胸木の下敷きになり、下難に救われて、少子を免れた。安政五年終時勘助、源氏元年改正書で英語を学び、慶応元年九月慶応人世は心得、慶応二年英学教授手伝いとなり、五人ぶちを、給付された。明治元年11月4日父が、 浜松天武行となり、一家で転居した。明治2年2月4日、寸府の名村58、老子塾に入り、27日ちょんまげを廃止、4月2日、府中学問所、英学4等教授、12月11日3等教授となった。明治3年3月東京に出て、4月2日、大学南校に入学した。 田村初太郎1870年6月22日、横浜港からアメリカ合衆国へ渡り、7月13日、サンフランシスコに到着し、パルマルにキリスト教の指導を受け、その母の家に奉公した。9月オレゴン州フォレストグローブに移り、パシフィック大学附属中学校に入学し、斉藤近平、野瀬久氏が合流し、校長、SH マル支度で割烹。 のこぎり引き、まきわり、乳絞りをしながら、英語、法書を学んだ。1871年12月サンフランシスコで岩倉施設団に会い、完璧生となった。1872年大学に進学し、1875年科学教授となり、基調法、フランス語、分析科学を学び、音楽、写真、花果術を研究した。 1876年6月7日、大学を卒業し、8月、フィラデルフィア万国博覧会を見学した後、9月、メリーランド州エリコットシティに移り、セントクレメンツホール教授となった。12月ワシントン DC を訪れ、1877年1月1日、ユリシーズ・グラント大統領と面会、握手した。3月、オハイオ州オーバリンに移って、 同地の神学校に入学し、5月6日、第2、組合協会で、近畿度牧師に洗礼を受け、7月から1878年3月まで、同州各地の協会で演説した。1878年2月25日、父の休止を、聞き、4月卒業を目前に帰国した。9月沢山ラの世話で、大阪英語学校に勤め、10月2日大手通り一丁目に、 講義場、日曜学校を開き、11月1日何は協会に入会した。1879年8月18日売課、女学校校長を兼ねた。1880年大阪中学校屋とい。1881年教諭。1882年9月10日、天馬協会に移籍して出事となり、1883年5月売課。 女学校校長職をたくさんほらに譲った。7月21日パシフィック大学からマスター・オブ・アーツを授与された。1885年9月大学文校教諭、12月教務課主事、1886年4月4日、第三高等中学校教諭。平安女学院校長時代の田村初太郎1889年7月。 第3高等中学校の京都移転に伴い、9月14日、河原町通り下切り道し上がる泉町に移り、10月、キリスト教講義書出自となった。1890年第3高等中学校教授。1894年8月29日第3高等中学校解散により、非職となり、10月27日静岡県尋常。 中学校浜松文高校長となったが、1895年2月9日、辞任し、22日平安女学院教頭となった。1897年1月29日ジョン・マキ・無監督に検診を受けて、成功会に入会し、1898年、関西女子高等学校理事、1899年7月20日同志社理事となった。 1903年京都キリスト教青年会創立に関わり、10月19日理事、26日会長となり、1904年英語学校を設立して校、主、1907年9月校長となった。1908年平安女学院委員長、1915年校長となった。1913年9月22日京都、 帝国大学文科大学講師となり、ラテン語を教えた。1915年5月20日にお読書を患い、21日午前1時10分、死去し、聖31教会で葬儀が行われ、若王子墓地に埋葬された。ありがとうございます。